皆さんこんにちは。こんにちは。昨日の動画ではですね、初見で敗れてしまったのですが、行きます2回戦、メンバー入れ替えた2回戦、伝説の空路、テクニカルダンジョンの聖獣たちの楽園の1個前、伝説の恐竜だっけ、丘陵ですの後、追加されたやつで、敵のドラゴンがリファイブ、めっちゃ強ですね。めっちゃ強さ、前回の動画で多分僕ちょこちょこ間違ってたんですけど、ボスの傾向に動き、まあ、理由としては、まあ、単純にどういう AI か知る前というか、3撃目まで受けて、あこいつあかん、攻撃受けちゃあかん、ワンパンしようで僕終わってるんで、そのラインをで、さっき攻略データ見たら、もう4ターン目とかに89万ぐらいのダメージが、まあ、なんで そんないらねえよダメージと5万でいいだろベジットパでいきます。はい、はい、こちらでございます。前回のパーティー、昨日の動画からするとですね、サブをミスターサタン、チェンジ、ディノライダー、ドロイドラゴン、ドロイドラゴンをチェンジで、究極進化ティラノス、2ウェイ2個、あとエンハ、あただ28ターン、うんうん、なんとも言えない。まあまあでも、火のダメージソースとして、あと色合わせですね、いいんじゃないかなと思います。ソニアグラム、はい、エンハです。これでいきます。挑戦。先生、先生だ。終わっちゃうんですよね。これほっとさせといてあれだよな先生来なかった方みたいな感じの後のボンボンだよな。すげえなこのダンジョン。もう一回いきます。が、まあ、ちょっと出過ぎちゃったともあるんですけど、今ので、エンジェリオンに与えたダメージが大体400万の、7割と考えて290万、まあ、なんか誰か来た。ワイダイ課長じゃないですかなんでワイダイ課長じゃないここにいるんですか。いや仕事で来たんですよ。びっくりしたこんなとこなったんですね。ちょっと微妙にその T シャツの具合からあれなんか父さん来たのとか一瞬だったらすげえワイダイ課長来た。ワイダイ課長お疲れ様でございます。お疲れ様です。あの昨日ありがとうございました。ありがとうございます先生プライベートの話です。今何やってるんですか。あのテクニカル、あの村井さんとやってて、はい、で今んとこ村井さん2連敗で割とちょっと私二日酔い気味でこうスポーツドリンクを飲みながら今日生活してます私も午前中仕事だったんですけどすいませんすげえびっくりした。すげえびっくりした。真央ちゃん元気でした。元気でしたね。さすがです。あの人スーパー元気でした。さすがですね。私は全然全く疲れてませんって言ってました。一番頑張ったですけどね昨日。これ流れますよいや、ちゃんとまあカットしてくれますよ。あれしないのじゃあそのまま流れます今からこれチャレンジする感じですか。いや、2回チャレンジして、はい、2回ともやられてやられてるんだで、はい、今会話がはい、いや、ベジットじゃきついですって。あ、なるほどなるほど、そういう流れなんですね。で、ベジットでワイダー課長クリアしました。クリアしないですそんな自信満々に言うなよみたいなそんな簡単にクリアされてもね。ですね。ちょっと最後、はい、ラストで、はい、光メタトロン入れてちょっとバインド対策しつついこうかなというのが今の近況でございます。 あと10分ぐらい暇なんで、じゃあ私ここでこういうふうにして見てますね。マジっすか、はい、ワイダー課長そこにいるとですね入らないんですよ。あそうなの。ここがいいかと、はい、この辺が。そんなわけで、はい、ワイダー課長がなぜかここで10分ほど見学。はい、僕も終わったら打ち合わせなんで。そして私の気合いの入り方も微妙になんか5段階ぐらいレベルが上がったというところでテンション高く参りましょう。挑戦いきますか。まあでも気合でゲーム勝てたら結構なんかゲーム作る側としてはそうじゃないんだよなと思ったりされるかもしれないです。でもそういうの否定する派ですよね。まあだってシステムでできてますからね。まあ運要素ありますけど、こうやって落ち込みが来たりとか。いや、今のイラン落ち込んやで、私すげえ調整しながらパズルしてたのに。ソニアグラン貯めたいんですよね。あと8。光ですね。村さん、火は作らないで光をもう一個作ってください。光を2個作ってください途中で言うからーあーこれは両方全部いっちゃったかな。うん、大丈夫、悪くないよ。
かで調整しないといけないんですね。スキルダメですね、はい、インドラを貯めるための、光に分割していただいて43で消して、火を消さないでください。はいはい、はい、火をもし消すなら3つ消しですかね。でも光で調整しちゃった方が多分闇まで行っていいです。いや、ここまでで。あ、あ、あ、てか闇かないと倍率かかんなかったね、今の。倍率かかった。いや、かかってなかった。16倍って入ってなかったもん。あ、本当ですか。うん、軽く死んでたわ軽く死んでたわこれだといい具合だな。 P3 こげしですね。 P3 こげししていただいて四つ消しだ。あ、あとはもう大丈夫ですよ。私 Y 大課長とコスケの打ち合わせは一緒の打ち合わせですか。はい、一緒です。じゃあお二人を解放するために私がパッと濃厚にしますよ。パッと濃厚、カサッと濃厚スーパーベジットソード発動。行ってもらってください。インドラはあと、あと、あ、インドラ止まる。こか、こわなげえな。これやばい、これ食らう、死ぬ。死にはしない。2ターンで仮に左だけ一体残し、一体倒せる、一体ちょうど倒せるぐらいだったら、HP いくつだっけなぁ。あー、HP 知りたいわ。2ターンでいける HP なら、HP20 なんでいけますね。なるほど、はい、よかろう。これだけ残したら少なくてなんだから。完璧やん、完璧やん。ですね、ですね。火を消してください。うっしょー、やったー、完璧やん。まあ、抜いたねその危険性があるって今ここで話したんですけど。あ、でも大丈夫です、これ。あ、行っちゃったか。行っちゃったか。全然やっぱ行っちゃったか。目的じゃなかったんだけどな。さーて、ここからで、あれですな、さっきと違ってマインド、なんで殴っていいですか。うん、あの子がいないんだよね。ティラノス外したんで。どこでつまずいてるの、どこでつまずいてるの。ボスと、はい、ボスの先生。ボスの先生か、そうか、そうですね、はい、参ります。うまい。ジガジさん、そうなんです。お前言うんじゃねえって言っても言いつも言われてます自分でうまいって言うなさあ、いいね。あ、いいですね。いい火力。これだったら来ないんじゃないか。来ないですね、よかった。ほんと絶妙ですね、これ。あ、はい、さっきは7割切ったんで、あれ来たんですけど、今回多分これで光、火をつけしていただいたら飛ばせるんで、一応インドラだけ使っておいて、次で抜きに行くソニアグランがあと2です。うん、ちょっときついですね。え、なんで1ターン目って何でしたっけ。分からん、覚えてない。コンボ吸収だったっけ。コンボ吸収からだったらいいんですけど、50万以上ダメージ、ダメージ吸収から来るとですね、うん、ソニアグランのエンハンスが逆に吸収のラインを、はい、ありがとうございます。え、50万以上が吸収なの。そうですね、はい、50万以下じゃなくて50万以上が吸収なの。2ターン目ですね。なんで、ソニアグラン使えますね。5ターンの間5コンボ吸収、まずコンボ吸収からだ。大丈夫です。リファイブ、タッチ悪いっすね。これタッチ悪いっすよそんな顔で私に言わなくて一応言っとくんですけど、はい、リファイブ種が火属性で副属性光じゃないですか、はい、で、なんかドラゴンで、はい、なんかかっこいい感じじゃないですか、はい、ほら、リファイブですよ参ります。すべての光と火光のモンスターに謝ってくださ い, い, いガディウス一人勝てるレベルですかね。いや、勝てないでしょ絶対勝てないでしょ参りますやべやべ、なんかパズルが違う。そういう感じじゃない。どうかな、ダメかな。あ、まあ6分もいけば多分追い切りになれるんじゃないですか。本当に大丈夫。あでもよかったですねクイックケア発動、よかった。ミトトロン連れてきてて、しかもイン
デラ使っといてよかったのに。そうそう、忘れてた忘れてた、すげえ忘れてた英龍の守り発動、すっげえ忘れてたインドラのことあ、でもいいじゃないですか、ソニアぐらいがショートアンで溜まるんで。あ、完璧、むしろ作戦通り、偶然の産物ですけどいきましょう、参ります。どこ行こうかな、パズルに迷いがあるときは良くないですよね。まあこれでいいでしょう。あ、いいっすね、盤面が勝ったんじゃない。盤面がいいですね、それさ。リノライダー盤面ですよ、完璧な盤面、リード盤面じゃないですか。よし、しかも、何がすごいかって攻撃色だらけっていうね、火と光の、はい、この盤面を見せてあげましょう。ダブルドロップ変化引き、ここでソニアグラン の, あのエンハンスでもいいんだけれども、私の気持ちとしては俺は選ばれし者という、あのセフィロス の, あの泥鏡でいつか勝ちたい。パズル&ドラゴンズ発動。ごめん、何言ってるか分かんなかった。いや、分かりました。ああ、よかったです、はい、よかったです、よかったです。これ私多分ね、一撃だわ。一撃で睨むんですね。一撃で落とせますね、これは完璧だ。皆さん、ちょっと落ち着いて、今日、最初の方の動画良かったんですけど、パズル、あ、連戦でパズルが荒くなってきてる、はい、あれ、ちょっと荒れてる、荒れたパズル、はい、ちょっと荒れてるんで、ちょっと一旦、iPhone 置きましょう。安心してくれ、気にするな、大丈夫だ、私結構見えてるから大丈夫、安心してほしい。ん、何が見えてるんですか。あ、奇跡、パズルの奇跡、パズルの、奇跡、ミラクルの方じゃなくて、この、あの、はい、ウェイの方、ルートの方、はい、ルート、ウェイじゃない、はい、ルートの方右下水だね。あ、じゃあ左下水だね。上と下と左と上と下で火の四つ消し作って、あとはもう光とか闇とか水とかを適当にちょんちょんちょんだね。いや、バッチリですよ、私の中では完璧ですよ。いきます。何そのコスケのなんか、いや、違うんですよ、若干不安なんですって。ここまで綺麗にいってるじゃないですか、すごい、うんうん、だからこその不安。いやー、というか成功率7割マジ。いや、それこういう時の村井さんの対外の時。ああ、はい、そういうこと。まあね、否めないねそうだよね、いきます。はい、お願いします。マイル、ここからいきます、はい、よいしょ。やべ、繋がってる、やべ、本当だ、やばい、こういう時の成功率、村井さん言ってたのやばい。は、下へ行って、これ、そう、よし、ミスも完璧、完璧っす、しゃあ、来た。お、いいっすね、勝った、勝ったはず。いけるかな、え、どうかな、え、ダメ、これでダメだったらやばい、行った、ほら、ありがとう。これソニアグランじゃなかったらやばかったな。ソニアグランじゃなかったらやばかったな。最後の方これなかったらやばかったな。危な。ソニアグランでよかったよ。すごい。でも、はい、おめでとうございます。すごいドラゴンですね、これ。リファイブ。ちょっと攻略アプリでデータ見ましょうか。はい。はい、こちらリファイブでございます。リファイブ、合流艇リファイブ、火でドラゴンで、あ、進化前からもう覚醒スキル持ってるんですね、この子。あ、そっか、進化っていうよりベースがもうできてて、もう究極しかないっていう状態ですね。で、この究極の素材がやばいやつや。はい、そうです、ね、アゲアゲがいるんですよ。だから実質このアゲアゲがいるせいで火の砲撃3体が含まれちゃった。あ、まあそういうことで、HP3700、攻撃1800、ただその封印耐性、スキブ、火属性強化、まあ、
どっちかっていうとリーダースキルが評価されてるの。まあ覚醒スキルもすごいいいよね。小助さん的にはリファイブはどんな感じなんですか。まあなんというか、あの山竹持ってない人からすると山竹いいかなっていうか、むしろまあこいつリーダーにして山竹サブで、まあドラゴンタイプのまあ攻撃力と、まあなんでなんて言いますか、山と竹とかってどうしても8個消さないといけないじゃないですか、イメージで。でただこの子ドラゴンタイプの攻撃力と回復力がほんの少し上昇で、本当だ、あのまあ全部ドラゴン染めにするんですよ結局、うん、だから大和たけるが非常にサブとしては良くて、大和たけるとかあと曹操とか最近あと火のドラゴンっていうのが非常にたくさん、うん、あの強化されてきてるので、うん、まあサブにはこと書かないんですけど、まあなんというかですね、うん、ただまあリーダーフレンドで組んだ時に火ダメージ軽減が4つ、封印耐性が2つっていう感じで、まあこと火に対してはまあ 20% 常に軽減されてる敵の攻撃が、で HP が297振った時に4710ということもあって、まあ、ステータス的には全く問題ない。そうやな、はい、なのでまあ強いですよね。強いです。ただ強いんですけど、うん、あのこのブレイズチャージがヒドロップの攻撃力を強化じゃないですか。で自分以外の味方スキルが2ターン貯まる、まあいいんですけど、うん、あんまり努力をもう今のご時世いらん以上です。すいません横内さん横にいるのにこんなこと言っちゃって。いやで、タンス見ていただければいいんですけど、お前私がセフィロスすごい使いたくてうずうずしてて、13ターンですよね。あの13ターンで仮にボスたどり着いたって、うん、たどり着いて、はい、あのこいつ使って、はい、あのあいやちょうど赤ソニアバーンって溜まった、じゃあもう一個のフレンドのやつも使って赤ソニアバーンってドロップ強化みたいな、うん、そんなかっこいいことしたいならいいかもしれないですけど、はいはい、なんかやっぱそのなんていうんですかね、スキルだとやっぱ8ターンとか9ターン以内のスキルじゃないとなんかうるせえわ。いや、はい、そう戦力としていくなら皆さん以上でございます。はい、ありがとうございました。さよなら。あ、ホワイトヤカチョウありがとうございました。ようこそご視聴ありがとうございました。さよなら。皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。アップバンクではマックス村井チャンネル以外にもいろんなチャンネルをやっております。ぜひとも合わせてご覧くださいませ。また、ニコニコのマックス村井部ではさまざまな生放送をやっております。毎週月曜日と木曜日には定例放送もありますのでそちらも合わせてご覧くださいませ。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。さよなら。